攻防で注意した方がいい。レッグドラッグをやっていきますね。試合のですね、序盤、初めのコンバチ、途中からですね、また再開のコンバチの瞬間なんですけども、両者がですね、一緒にガードプルするダブルガードの状態ですね。でこの時に、袖、どっか体の一部を掴んだら引っ込んでいくんですけども、座りました。で、ルール上はダブルガードから、IBJJF ルールであればトップをキープした選手に対してアドバンテージ値が入ります。で、いろいろ攻防があるんですけども、ここでですね、よくある形でベリーボールなどを狙っていくような形の場合、パンスを握ったりしてこう相手と距離感があるような状態だったりするんですけども、トップを狙って選手が立った瞬間、ここでですね、相手がどっか掴んでてもいいんですけども、足が動いて立って、上下が決まった瞬間に、こっちですね、襟を握ってないシチュエーション、これ結構危なくて、このシチュエーションであれば、容易に足を流されて、レッグドラッグを決められて、そのままパスガードされてしまうというのがよくあるんですね。いろんな攻防があるんですけども、相手がですね、トップを狙って、来るときに、防ぐためにやはり殻、ベルトなどを、キープして、立たせないようにする、もちろん裾ですね、などキープして立たせないようにするのはもちろんなんですけども、立たれるタイミングのところでも、相手立ってくるなと、で結構もう危ないなと判断して、トップを相手がやってきたらすぐさま、襟をですね、キープして、まず頭を下げておくと、相手の頭が下がっていれば、瞬時にレッグドラッグなどを仕掛けることは難しいですね。レッグドラッグは、基本的にこの相手が状態立って、機動力がある状態が強力になります。これがカラーなどを引っ張られていると、頭が下がっている状態できないことはないんですけども、どちらかというとトレアナパスみたいな形になるので、こう頭を引く、コントロールを入れて、そこから、ガードを作っていく形ってもおすすめしますね。